一曲で真ん中に、はい、爽やか。爽やか。上原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。上原さんです。よろしくお願いします。いや上原さん、いやちょっとちょっと近くで見れないですね男でも。僕あの久松さんより見れないかもしれない。久松さんの時見れなかった。いやね、別に梅原さんはね奥に座ってるわけじゃないんですよ。本当に顔がちっちゃい。ありがとうございます。身長も高いっすね。いやでも173で、あスラッと細いねスタイルしてる。だからもっと高く見えちゃうんだ。うーん、イケメンですよ。ありがとうございます。さあということで早速ではございますが、池田さんお手伝いですからね、はい、あの梅原さんの、 あのプロフィールの紹介の方お願いします。はい、よろしくお願いします。去年から接骨院を、やりだしました。適当なこと言わない。ああそうなんなのその情報。違う違う、これはダメだ。接骨院のイケメン医師とか呼んでませんよ。違います、接骨院じゃないです。接骨院じゃない。ごめんなさい、接骨院も応援していきたいんですけど。そうね、わかんないですけど。2013年に声優デビューし、はい、2013年ですよ。え2年前。2年前です。で2014年の俺んちの風呂事情でテレビアニメ初レギュラー。去年、はい、すごい。趣味はクラシック音楽の鑑賞。うーわー。その中でもロシアの作曲家イゴール・ストラビンスキーの曲を好んで聴いている。言ってみたいっすね、はい、こんなことね。クラシック音楽なんですか。クラシック音楽は本当好きで昔から好きなんですけれども。聞いたことないですよ、ロシアのイゴール・ストラビンスキー。ストラビンスキーです。どういうところがいいですか。バレエ音楽が、まあ、特徴で。僕らバレエって言われたら白鳥の湖ぐらいしかね、わかんないですけど。あでも本当にそんな感じ。白鳥の湖のチャイコフスキーもロシアの作曲家なんで。ああすぐ出てきますね。好きなんですけど。それでも次がもう、ピアノを8年ほど、はい、ギターを3年ほど弾いていた、はい、小学校時代は器楽部所属、はい、楽器の器ですね、器楽部、器楽部です。高校時代は軽音楽部に所属し、ボーカルとエレキギターを担当した。うわーもうめっちゃモテるやつだ。これはどなたかの影響とかですか。もともとそのバンプオブチキンさんが世代的に。今おいくつですか。はい、僕23です。23、はい、やっぱ肌の質が違うと思ったよ。そうだね。あバンプオブチキン、はい、バンドもバンプさんのコピーバンドを、クラシックもできてロックバンドのコピーバンドもできて。ね、学ね、器楽部だから、その時は何やってたんですか。僕は小太鼓。小太鼓。あれちょっと1個穴だと。いや、穴だよね。いや、小太鼓へ。こういう感じで小太鼓、こうあ、こういう感じで、ペン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 とか。へぇー。それだったら村上バンドやってたもんね、コピーバンド。やってましたけど。本当ですか。やってました、やってましたよ。ユニコーンのコピーバンドやってました。ユニコーンやってましたから。はい。ねはい。で、あのね、歌詞変えたりしてね、勝手に。その話はいいんですよ。ねやってましたから、ノリノリでね。うん、いいんですよ。まあ、僕もピアノやってましたからね。あ、そうなんですか。3年でも全然弾けないよね。よく対抗しようとしたね。無理だよ、梅ちゃんに対して。対抗はピアノで。ピアノ、今でもやられるんですか。ちょくちょく弾くぐらいで、なかなかその弾かなくなると指がやっぱ動かなくなっちゃうので。そうそう、ね、確かに覚えてないと。そうなんです。そして、好きな動物は猫。はい。だが、猫には嫌われてしまう。あれ、なんで。いやなんか嬉しそうにしてんじゃないよ。僕猫に対してすごいしつこいので。あーまあめっちゃうんだ。そうなんです。猫の方が嫌がるんです。やりすぎだったね。あーへー、いいなこれ。尊敬する人物は、はい、杉原千畝。はい、まあ、杉原千畝さん。杉原千畝さん、確かというかあれですよね、あのユダヤ人の方を亡命させるためにビザを発行した。すごいところの人を尊敬する人物に与えさせて与えてますね。座右の銘びっくりしますよ。満足な豚であるより不満足な人間である方が良い。ちょっと何これ。何この言葉。いやこれあのブランキー・ジェットシティの話ですか。浅井さんが。え浅井さんの大事。J.S. ミルっていう哲学者の言葉で、なんか高校の時に習ったんです。満足な豚であるより不満足な人間である方、これはどういうことですか。まあそのまあ現状に満足せずに、うん、そのまあ満足しているまあ豚っていう人間よりも下の生き物よりかは不満足であっても、それを、ね、生かして伸びしろというか、どんどん上に行こう上に行こうと、ここはゴールじゃないぞとか、あぐらかくなよみたいな。そうなんです。はあ、かっこいいですね。なんだ。
なんかもういちいちかっこいいですね。座右の銘ってねえ、池さん座右の銘ってあるんですか？座右の銘は、食って寝ろ。お手伝いさん。何食って寝ろ。食って寝ろって何？食って寝ろ。バカじゃないの。そして、はい、白鸚機などの白鸚機ですねこれ、うん、白鸚機などの女性向けゲームのブランドオトメイトの公式番組オトメイトチャンネルにもレギュラー出演中。おお、はい、おすごい。主なアニメ出演作品オレンジの風呂事情、若さ役、うん、で、美男高校地球防衛部ラブ、うん、はい、ではあのユフインエン、ユフインエン、はい、ね、の役をでこれちょっとアニメの映像が、ああそうなんですか、せっかくですからね、はい、じゃあどんな感じやってるか見てもらいましょう。